どうも、侍翔です。今回新作もがっつりめっちゃ入ってます。殿堂入りしたボケてがツッコミどころ満載だったので、そちらを見ていこうのコーナー、新作&傑作集です。ボケて企画めっちゃやりたかった。この動画がいいなって思っていただけた方や、あのボケての動画もっと出せ侍翔って思ってくれた人は高評価よろしくお願いします。あとちょっとみんなに言いたいことがあるんやけど、ツイッターのフォローをしてほしいねん。ちゃうねん。久しぶりに言うからちょっと許して、ツイッターフォローしてください。はい、ということで早速新作ボケてから見ていきましょう。これだ。1,2,3。女性に抱きついた疑い、パンツちょうだい男。私のパンツで成敗。おー、犯人得しとんねん。ママ、なんか怪しい人が来たよ。おー、なんかやばそうな状況ですね。ママはなんて言ってるんやろ。パパには内緒よ。おい、お前不倫すんな。増毛千本コースのお客様ですね。コースの後サービスで。おお、どんなサービスつけてくれるんやろう。脱毛します。何がしたいねん。脱毛されるならいらんわ。ハゲに戻されるだけやんけ。お願いします。おっさん話聞いてたんか。あー、やばいやばい。おばあちゃん男性ハイテクの全力で止めてるね。この男に何かされたんか。おばあちゃん、いて。本人が来たのにオレオレ詐欺なわけねえだろ。ばあちゃん、ばあちゃんの警戒心がすごい。おばあちゃんそれマジ息子やねん。それでも振り込む。変な誓い立てんでええねん。それただの金づるやねん。どんな仕事をしたいと思う。はいはいはい。俺絶対に歌手になって大賞を取って紅白に出ます。みんな何を言ってるの。私たちずっとこのままなのよ。言うな。アニメキャラがメタ発言すんな。初期に聞く。なんやねんお前。な、俺な、俺なんやねんこの病院。居酒屋が経営しとんのか。なんだと。もう一回言ってみろ。やばいやばいやばい。夫の DV 現場や。 DV 男は妻に何を聞き返してるんや。何度でも言うわ。あなたは隣の家の旦那よ。何をしてんの。早自分家帰れ。うわ、画面が真っ暗になった。どうしよう。え、本当かよ。とりあえずコンセント抜いてみるか。やめてください。データ飛んだらどうするんですか。最近起動が遅かったし、変な音もしてたしな。とりあえずコンセント抜いといた。抜くな言うとんねん。たかし、早く寝ないとサンタさん来ないよ。おー、なんや反抗期か。リーゼントヤンキー息子。一人ぐらいサンタにお疲れ様って言ってやらねえとかわいそうだろ。うん、綺麗な心。ヤンキーのくせに綺麗な心。これは病人とお医者さんですかね。お前なんて指一本で十分です。おじいちゃんと張り合うな。ほー、乗り気になんなじじい。 100m 自由形、これは水泳の種目ですね。自由すぎるやろ。泳ぐことはやめんな。成人式で親を泣かせる行為。3位、着物20万。うん、だいぶ高価なものやもんな。2位、暴れて逮捕。息子のそんな姿見たくない。1位、ありがとうを伝える。これがいっちゃん泣く。いないいないバーをしたら娘が初めて喋った。まあ、いないいないバーしてるタイミングで喋る言葉やったらやっぱりないないとかバーとかなんかな。みんないなくなればいいのにな。お、怖い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 。でも超低温で凍らせてあるんでしょ。そんなに味が変わるもんなんですか。バカ言っちゃいけねえ。冷凍マグロにだって鮮度があるんだよ。今俺にバカって言ったか。どこで切れてんねん。私アンコウなんて野蛮で醜い魚、絶対触れません。食べられません。死んでも嫌です。死んでも。変なところ引っかからんで。留守中に窓ガラス破って家に入るってことは、きっとご主人様と親密な関係の人なんだろう。ワンちゃんそれ泥棒や。うーん、ご飯パワーが足んねえぞ。5点。ご飯のパワー足んねえよな。いや、悟空ねちっこいな。なんか少年がスイカ持ちながら泣いてますね。なんかあんまりスイカが好きじゃなかったんかな。あと一口しかない。お前の一口どうなっとんねん。騙せても数日だ。グズグズするな、早く行け。いや、さすがに無理ある。倒れている人を発見したらまず助けるメリットがあるかどうかを確認する。人の心ないんか。じゃあそちらのブスの方、人の心ないんか。愛車を盗まれたがこうやって走り去る姿を見ると改めていい車だと再認識する。どんなタイミングで親バカ発動しとんねん。お、君がうちの娘の彼氏か。はじめまして。火山ショットガンをくれ。 お父さん早まるな。
最初はルー。母国語出てる。これはボクシング漫画明日のジョーですね。なんかボクシングって拳だけを使うすごいシンプルな競技なんですけど、めちゃくちゃ奥が深くてすごい魅力的ですよね。足使っちゃおう。おめえ最低だな。語尾がザマスじゃないことがそんなにおかしいでやんすか。おかしいでやんす。コンピューターを発明した時、ノイマンはこう言いました。発明した瞬間にノイマンが発した言葉、なんかめちゃくちゃ深そうなこと言ってそう。コンピューターができた。まあそうだよね。何？ジャムの蓋が開かない？もう見た目からしてすげえ脳筋っぽいから力ずくで開けろとか言いそうやんね。そんな時は蓋を火で熱するといいよ。わあすげえまとも。わすげえ、黒板に計算みたいなやつめちゃくちゃ書いてあるけど、なんかめっちゃ難しそうな問題なんかな。よし頑張ったな高橋。不正解だ。わ高橋の努力が。幽霊が出るという洋館に3人で来てみた。もうついてんねん。いいか落ち着いてよく聞け。お前が殴ってるのはレフリーだ。誰と戦ってんねん。2年間修行しても皿洗いと出前しかできないし、やっと巻物を任せてもらっても腕前は全然上達しないし、やっぱり女の私には寿司屋は無理なのかな。ということで思い切って男になってみました。思い切りすぎやろ。おおやばい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 、やつが首絞めとる。俺肩揉む、お前凝りほぐれる、みんな幸せ。見た目とロケーションどうにかならんかったんか。お前はもう本当にもう、おねるなおねるな。なんか少女が上見て困惑してますね。ない。うそん、クズ。めっちゃ言われる。あんた美代子のこと好きでしょ、バレてんのよ。他に選択肢ないだろう。そういうことを言うな。すっごいうんちしてくる。そういうことを言うな。じゃあ今日の授業はこれでおしまい。先生宿題出し忘れてます。そういうことは言わん方がええ。ごめんね。あ、お家で犬飼うこととかできひん家庭なんかな。謝ってますね。傘借りるわね。お前最低だな。はい、ウノって言ってない、うん、ウノに一人はおる。ウノの深刻ミス絶対見逃さない今。なんかパンイチの男が立っとんな。無課金ユーザーが来た、オンラインゲームあるあるのやつね。こういうやつのユーザー名大体本名。おーなんか強そう。普通の村人だと思って話しかけたら戦闘が始まった、RPG による油断こいてセーブしてないプレイヤーを潰しにかかってくるやつら、ボス戦を勝ち抜いて HP 瀕死の状態で頑張って村まで帰ろうとしてる時にこいつに会った時の地獄感は半端ない。なんかこの人たちはゴミの清掃員とかなんかな。今回はライトノベル新人賞にたくさんのご応募ありがとうございました。お前ら最低やな。筋肉で解決する昔話。筋肉で解決するってなんやろ。なんか脳筋になっちゃうんかな。おじいさんに抜けない株はありませんでした。終わった。